回は、先ほどの、ハイモーテルから、少し歩いてこっちの方にやってきました。すぐ近くにあるんでね、はい、首塚大明神という、廃墟です。はい、四天王寺のねお墓がここに、埋葬されているようですけども、でね、どこだったかな、ここをくぐったら死んでしまうとかね、そういうのがありますけど、迷信が。お邪魔します。はい、もう普通にくぐっちゃったけど、よいしょ。はい、もちろんねこういうとこ夜に来るべきじゃありません。昼でもね結構な雰囲気醸し出してるのに、はい、この上を登っていくんですけども、辺りは真っ暗ですね。さっきまでめっちゃ明るかったのに、まだまだ明かりがあったのに、よいしょ。はい、ここが、祀られているという言われている場所です。首塚大明神ってね、ここなんかな、下か上どっちかなんですけど、くぐったら呪われるとこって、とりあえずくぐってみましょう。ゆらゆらと揺れてますね、ちょっと不気味です。はい、ここもとりあえず定点カメラつけてみましょうか。はい、ちょっとね、まあ、ここは5分ぐらい設置しといて、あとね、四天王寺っていう赤くね書かれてますね、ここね、ちょっと不気味です。はい、では、これで一旦終わりたいと思います。あ、それなんかドクターなんか感想的なものあれば。どうもドクターです。そうですね、ここはですね、その抜刀斎と撮影とかする前にその何回かね友達と一緒に来たりもしてるんですけど、やっぱりその何度来てもここの雰囲気はちょっと慣れないというか、なかなかちょっとね怖い感じのとこだと思いましたね。はい、以上です。はい、ではね、ご視聴ありがとうございました。